越前市立図書館。越前市立図書館は、福井県越前市の公共図書館である。2005年に、竹尾市と今立郡今立町が合併して、越前市が発足した。旧竹尾市域にある越前市中央図書館と、旧今立町域にある越前市今立図書館の2館からなる。福井市は、太平洋戦争末期の1945年。 昭和20年7月19日に福井空襲に襲われたが、現在の越前市域は空襲を経験していない。中央図書館には1923年、大正12年10月以降の福井新聞の原本が保されている。これほど古い時期の原本を所蔵しているのは、福井県内で越前市立図書館のみであり、貴重な地域研究材料となっている。中央図書館は、 明治時代以降の地域資料、郷土資料、四書五経や日本の詩文集などの和本、越前が刃物関係の古文書などを所蔵している。地域資料は閲覧用と、貸し出し用の二冊を並べて配下している。平安時代の作家である紫式部は父、藤原為時に従って、越前国府、現在の越前地域で過ごしたことがある。 1986年、昭和61年から、竹尾市立図書館は紫式部に関係する資料を収集しており、2001年、平成13年時点では、約2000点を所蔵している。竹尾市立図書館には、個人文庫、特殊文庫として、仏教学者の大久保道州が寄贈した、古史系文庫、市立福井図書館長などを務めた、石橋十吉が寄贈した。 交際文庫などがあった。2008年度にはオーナー制度という名称で全国の図書館に先駆けて雑誌スポンサー制度を開始した。雑誌のオーナーとなった団体や個人は購入費を提供する代わりに雑誌にメッセージリカバーをかけられる。2008年度には5紙がオーナー制度によって揃えられ、2009年度と2010年度には22紙にまで拡大した。 この制度を採用したことによって、それまで購入していなかった陶芸や、クルーズなどの分野の雑誌が登場したという。この制度には、福井県外の図書館からの問い合わせもあり、2009年度には、徳島県立図書館が、2010年度には、安図書館、滋賀県が類似の制度を開始した。福井県に、かつて生息していたコウノトリの関連書籍、 環境調和型農業の関連書籍を集めたコーナーが中央図書館内に設けられている。2013年、平成25年には越前市が読書の町を宣言した。中央図書館は竹尾中央公園内に位置し、一般開花スペースは噴水広場に沿った線形の形状である。鉄筋コンクリート一部2階建てであり、建物の南東側に入り口がある。 段差のないワンフロア型の図書館であり、全館にバリアフリー対応がなされている。内部空間には PC 量と長弦張を組み合わせており、一般開花スペースには柱が存在しない。高窓から自然光を取り入れているほか、新たに開発した初夏照明を採用している。自然換気システムを導入しており、季節や時間帯によっては空調を行わずに、 自然通風を取り入れることができる。中庭の塩石には、地場産業の越前瓦を、ルーバーマジ切キリには、福井県産杉材を、サッシホ立、て、扉、床材などには、旧竹押しの式である竹の修正材を使用している。初夏照明カバーは、地元の共生株式会社の製造による。自動フロアの床には安全かつ、足音を吸収するコルク材を使用している。 中央図書館の最大収容冊数は40万冊であり、2006年、平成18年時点の既存3施設の合計の1.7倍である。竹尾図書館、文館、楽、自動室キッズの3館から計約25万冊を引き継ぎ、新たに購入した書籍も加えて、開館時には約31万冊の蔵書があった。1階は一般図書閲覧室。 自動図書閲覧室、新聞、雑誌、地域、行政資料、視聴覚、IT コーナー、学習支援室があり、IT コーナーでは、公衆無線 LAN サービスを提供している。閲覧席は100席あり、持ち込みパソコン利用可能な席が46席ある。さらには、グループ席が2室、ビジネス支援用の個人研究室が3室ある。2階は、 約20万冊を収容する書庫のみである。中央図書館は特に児童書が充実しており、0歳マイナス3歳児用の絵本を集めたコーナー、読み聞かせ用の部屋、ティーンズコーナー、授乳室などが設けられている。武雄町出身の帝国大学初代総長である渡辺孝喜は1878年、明治11年に武雄地方の有志に対して、 図書館設置を促す書状を送っている。明治初期には、福井藩の藩校、立教館が、新治小学校、現、越前市竹尾東小学校となり、壮麗な洋風建築では後に、民権運動家となる人物たちが勉学に励んだ。新治小学校の初代校長を務めた、谷口一学、谷口安定などとも、の意志によって、 遺族から関石など、蔵書400冊が寄贈された。1896年、明治29年には、新治小学校に、谷口文庫が開設された。1909年、明治42年9月には、皇太子民宮、後の大正天皇の北陸行刑を記念して、谷口文庫に、有志からの寄贈書、約400冊を合わせ、新治図書館が発足した。 1922年までの図書館は、新おさむ小学校に併設された。山人商店の創業者である、第6代山本人三郎が公益事業への協力を申し出たため、竹尾町長は公園、図書館、公会堂の建設を提案した。山本が建設費を負担し、1922年、大正11年には、吉山公園が、1923年、 大正12年には、図書館が、1929年、昭和4年には、立教館跡地に、竹雄町公会堂が完成している。1922年には、石像書庫3階建て、閲覧室2階建ての図書館の建設に着工。総工費は1万5千円。新治図書館の増書を収容して、1923年12月23日には、 竹雄町立図書館の開館式が行われた。蔵書数は6,870冊。当時としてはモダンな建築であり、石像の書庫は耐震性、耐火性を備えていた。当時の竹雄町の人口は約1万9000人だったが、町民の図書館に対する関心は高く、初年度の閲覧者数は約1万3,500人に達した。竹雄町出身の政治家である、 赤疑心区立化症後、教育者である石橋重吉や松本玄太郎、土井慶造なども計3300冊を図書館に図書を寄贈している。1931年、昭和6年には運営面が評価されて文部省から選唱を受けた。1932年、昭和7年の閲覧者数は人口の2倍を超える46,485人に達し、 以後には、夜間会館の実施、1934年、考外貸出の実施、1936年、無料法律人事相談所の開設、1937年、貸出文庫の実施、1941年、各し展覧会の開催など、様々な取り組みを行っている。太平洋戦争集結後には連合国軍、最高司令官僧司令部、 GHQ によって国家主義的書籍の没収命令が出されている。武雄町立図書館では48部59冊が没収、押収され、883部1213冊が閲覧禁止、一括保管となった。1948年、昭和23年4月には武雄町が姿政を施行して武雄市となり、武雄市立図書館に改称した。 1950年、昭和25年時点で、福井県に存在した図書館は、同年に開館した福井県立図書館、竹尾市立図書館、淡田部町立花形図書館の3館のみであり、市立福井図書館は、同年に廃館を余儀なくされた。1950年には、日本中新聞類法に基づいて、蔵書約1万7000冊の整理を行った。それぞれの図書は、 一般図書、郷土関係図書、和漢書、洋書、児童図書に区分され、目録カードやブックカードなどが整備された。書庫に積まれていた1924年以降の福井新聞、1941年以降の漢方類、年間や行政資料、築地観光物などの整理、製本も行われ、これらは福井県内唯一の資料として保存されている。 1951年、昭和26年4月には新方式による考え貸し出しが始まった。1950年12月には図書館協議会を設置した。同年には図書館が主体となって、読書会、文学研究会、竹尾教授研究会が発足し、文化講座、資料展、レコードコンサートなどを開催した。1954年、昭和29年には、 図書館充実講演会が発足し、図書充実に向けた募金活動を行った。1955年、昭和30年には図書館が貸出文庫を開始した。同年には図書館の東隣に竹尾市役所が建設された。1961年、昭和36年には図書の開花化を実施した。 1966年昭和41年12月には原稿館と道路を挟んで北西の場所にあった旧検察庁庁舎を改装して移転した。1969年昭和44年11月には7万冊を収容する積層式3層の書庫を建設した。1971年昭和46年4月には貸出方式をブラウン方式に移行。 1975年、昭和50年からは廃本書を相次いで開設している。1976年、昭和51年10月9日には、同一地、幸い町8番27号で新館の建設に着手。新館建設中の1976年から1977年まで、市役所北側にあった元法務局の建物を暫定的に図書館として使用している。 新館は1977年、昭和52年6月30日に竣工し、8月2日に新館に移転して開館した。総工費は14億4000万円。鉄筋コンクリート造り3階建てであり、延べ床面積は1229.30メートル、7万冊、収容可能な積層式庫を備えている。時代の要請に合わせて、身体障害者用のスロープや、 トイレなども設置された。1階には、一般図書コーナー、児童コーナー、新聞雑誌コーナーがあり、2階には、郷土資料、筑時観光物コーナー、参考図書コーナーがあり、3階には、視聴覚資料室兼会議室、展示コーナー、学習、読書コーナーがあった。開館時点で、一般図書コーナーには、個人全集40種類が揃えられ、 自動コーナーにはザコネして読書ができるマットレスが敷かれた。開館時点では、週刊誌6種、月刊誌23種、日刊紙10種、地方紙3種などが置かれていた。1989年、平成元年4月には、竹雄市、鯖江市、今立町の西一町で広域貸し出しサービスを開始した。福井県では初の広域貸し出しサービスである。 三巻の蔵書の合計は約25万冊であり、月曜や祝日以外の休館日はそれぞれ異なっている。同年6月には郷土資料関係の新聞記事を集めたウェブページを立ち上げた。1990、平成2年4月には貸し出し冊数制限を撤廃した。福井図書館白書91によると、1989年度の 増書数は13.7万冊であり、福井県内では19.9万冊の福井市立図書館に次いで第2位だった。一方で、同時期の受け入れ冊数は年間4950冊であり、福井県内では福井市立図書館、鯖江市図書館、今立町立図書館、鶴ヶ市立図書館、丸岡町立図書館に次いで第6位だった。同時期の資料費は、 年間880万円であり、福井県内では、福井市立図書館、鶴ヶ市立図書館に次いで、第3位だったが、住民1人当たり資料費では、全国平均の159円、人を下回った。同時期の貸し出し冊数は1.30冊、人であり、全国平均の2.04冊、人を下回った。同時期には、貸し出し方法として、変形ブラウン方式を採用していた。 2002年、平成10年1月には、市内にキャンパスを持つ、仁愛大学と図書館の協力協定を結んだ。仁愛大学は、心理学、語学、コンピュータなどの専門書を所蔵しており、竹尾市民は、私立図書館を通じて、仁愛大学付属図書館の資料を借りることができるようになった。福井県内では2004年に、鶴ヶ市と鶴ヶ短期大学が、 同様の協定を結んでおり、2007年、平成15年には、福井県立図書館と福井大学附属図書館が、同様の協定を結んでいる。2006年に、中央図書館が開館した後、旧館は、越前市役所本庁舎別館、後に、第二庁舎として使用された。1992年、平成4年5月23日には、高瀬一丁目15の47に、 1> 約1万3000冊の蔵書を持つ文館、楽を設置した。掃除業費は23億9000万円。自動書、実用書が中心であり、約1500枚の SP レコードを所蔵していた。建物は石像で、内部には木材を多用している。建物は1階中央部にホールが設けられ、北棟と南棟に分かれていた。一階は新聞、雑誌、入り口、 児童書、北棟、約100名収容のホール圏閲覧室、南棟があり、2階は、一般書、洋書、SP レコード、北棟などがあった。延べ床面積は393.48メートルである。半径1キロメートル圏内に保育所4、幼稚園3、小学校2、中学校1があり、子供が多く訪れている上に、雰囲気の良さから、 遠方からの利用者も多かった。1998年、平成10年1月8日には、竹雄市立図書館の北隣に、自動書のみを所蔵する、自動室キッズを設置した。この土地と、建物はかつて、福井県第一信用組合竹雄支店として、使用された建物であ、信用組合の経営破綻後の1996年、平成8年10月、竹雄市が4。 500万円で土地と建物を購入。文館を開館させるために,に250万円をかけて回収した。開館に伴って2万7千冊の自動書を竹尾市立図書館から移動している。1階は読み物や絵本、2階は紙芝居や読み物以外の本、3階はホールとなっており、延べ床面積は277.84メートルである。 広さは既存の自動コーナーの約2倍となり、自動室キッズ開館後に利用者数は増加した。2006年には、本館同様に、文館や自動室キッズも閉館となり、は2013年に、越前市出身の絵本作家、過去里市の作品を紹介する記念館、過去里市ふるさと絵本館、として馬変わっている。竹尾市立図書館、文館、 自動室キッズの3館にはエレベーターが設置されておらず、初夏の間隔が狭いことから障害者や高齢者が利用するときに不便だった。駐車場の台数も不足しており、初夏は湿度管理のできる空調設備を有していなかった。2000年、平成12年7月には図書館調査研究婚和会が発足し、新館の建設に向けた提言を行った。2002年、 平成14年1月には提言を受けて図書館建設準備委員会が発足し建設計画を具体化させた。2005年平成17年1月31日には高瀬2丁目の竹尾中央公園内に竹尾市立中央図書館の建設工事を開始。設計事務所は久米設計、建設会社は木原建設、植木組、竹中工務店の共同企業体。 JV である。同年10月には、竹雄市と今立町が合併して、越前市となり、竹雄市立図書館から、越前市竹雄図書館に改称した。2006年、平成18年3月には利用者178人分のメールアドレスが流出する出来があり、利用者から指摘を受けて謝罪した。4月1日には、新館開館準備のために、竹雄図書館が閉館した。 閉館後も4月12日から5月31日までの期間は自動室キッズで雑誌と新聞のみはイスランで器用に配慮された。2006年平成18年6月20日に新図書館が竣工し、8月1日には越前市中央図書館が開館した。建設費は14億8000万円、総事業費は18億3000万円。 福井県内の図書館では初めて IC タグによる蔵書管理方式を導入した。新館の開館に合わせて2004年度から2006年度までの3年間に約1億2000万円を投じて6万冊を新規購入しており、開館時の蔵書数は約31万冊。竹尾図書館と自動室キッズは閉館となった。2016年。 平成28年1月には中央図書館と今立図書館で中身のわからない本の福袋の貸し出しを開始した。大人向けと従来向けの2セットがあり、それぞれ図書館員が選んだ3冊が入っている。8月には新館開館10周年を迎え、竹雄町出身の絵本作家、岩崎千尋にちなんだ講演会などが開催された。1908年、 明治42年4月には、今立郡淡田部町の栗田部町立花形見、小学校、現、越前市花形見小学校に、図書館が併設された。1927年、昭和2年4月には、淡田部大化が起こり、花形見小学校が累称して、図書も消失した。1929年、昭和4年5月には、図書などが栗田部町に移管され、 花形美小学校に、阿波田部調立図書館が設置された。1937年、昭和12年4月には、花形美小学校の跡地に、阿波田部調立花形美図書館が開館した。印刷業で成功した地域の名士、島蓮太郎が、建設費1万5千円を提供し、福井県職員の近藤二三郎が設計を担当している。 当時の蔵書数は約5200冊であり、私立福井図書館、竹尾町立図書館と並んで独立館を有する福井県で数少ない図書館だった。鉄筋コンクリート2階建て、延べ床面積227メートルの洋館であり、吹き抜けの階段にある湾曲したガラス窓が特徴である。この建物は阿波田武島会館とも呼ばれた。1937年5月には、 花形見図書館で福井県図書館長会議が開催され、この会議で福井県図書館協会が発足した。1930年代の福井県には他県のような県立図書館が存在せず、私立福井図書館の石橋重吉館長は福井県の図書館事業を全国の再開と述べている。戦後しばらくの花形見図書館はほとんどその機能を果たしていなかったとされている。 1956年、昭和31年9月30日には、淡田部長が岡本村を編入合併して、今立町となり、10月には、淡田部長立花形見図書館から今立町立花形見図書館に改称した。なお、図書館法に定められた図書館が、淡田部長、今立町に設置されたのは1983年のことであり、花形見文庫。 花形見図書館、淡田武島会館は図書館法における図書館ではない。花形見図書館は土日のみ開館していたが、1959年、昭和34年10月に週6日、開館、月曜休館に変更された。1960年、昭和35年には、花形見図書館内に福井県立図書館の今立廃本書が設置された。 1972年、昭和47年9月には、福祉センターが開館し、センター内に、今立町立花形見っと書館文館が設置された。今立町立花形見っと書館本館、波田武島会館は、週6日会館から水曜日のみの会館に変更さ、事実上の閉館となっている。この建物は活用されないまま数十年を経たが、今立町が、 武雄市と合併して越前市になると月額三十三万円の賃借料が問題となった。百三十七年に建設された図書館の建物は老朽化が進行していた。百八十二年昭和五十七年七月十六日には佐友の新敷地に歴史民族資料館を併設した新図書館の建設が開始され、百八十三年、 昭和58年3月20日に竣工した。4月には図書館設置に関する条例が交付され、6月23日に蔵書数8659冊の今立町立図書館が開館した。鉄筋コンクリート造り2階建て、延べ床面積は1080メートルである。1階は一般閲覧室、自動閲覧室、郷土資料閲覧室、新聞雑誌閲覧室であり。 図書は1階のワンフロアに置かれている。2階は、書庫、会期室、市長各室などである。総事業費は2億286万円。1984年、昭和59年5月には、旧岡本村図書館の蔵書1529冊が、和紙の里会館より、今立町立図書館に移管された。同年6月には、今立町内の4児童館に100冊ずつ廃本し、 団体貸し出しを開始した。1985年、昭和60年7月には小学校から今立町立図書館に図書館バスの運行を開始した。新館の建設で利用者が大幅に増加し、1986、昭和61年には年間貸し出し冊数が4万冊を超えた。1987年、昭和62年3月には福井県立図書館、 今立廃本書の図書1524冊が今立町立図書館に寄贈された。1989年平成元年3月には図書館内に2829冊の三田村文庫が設置された。同年4月には今立町、竹吉、鯖石市の西一町で広域貸し出しサービスを開始した。同年10月には町内に7つある保育所に廃本を開始した。 1993年、平成5年には、世界一大きな絵本として、童話作家の藤下康子が、地場産業の越前和紙で、紙すきをスマホン、3.1メートル2.2メートルを制作した。出展、越前私立図書館公式サイト、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。